さあ、始まりました。トランジット新たの熱血マンデー野球塾。本日も担当させていただきます。トランジット新たです。よろしくお願いいたします。さて、えー、ホークスのですね、宮崎キャンプ、ついに始まりまして、えー、第1クールが終わって、今日は初の、えー、まあ、休息日といいますか。 えー、休養日となっておりまして、えー、ドラフト、で今年ね、新人として入られた選手たちは、えー、宮崎のいろんな名所を巡ったり、えー、美味しいものを食べるという毎年恒例のね、えー、行事に参加しておりまして、まあ、選手によっては、えー、ゴルフに行ったりとか、しっかりホテルで休養したりと、えー、様々な過ごし方をしていると、言ったような2月6日の月曜日になっております。 さあ、僕はですね、いよいよ来週、先週も話しましたけども、え、来週の11、12で、え、宮崎キャンプの方に行ってまいります。ついにね、あのー、来週に迫ってて、今週かも、ワクワクドキドキは止まんないんですけども、その前にね、今日は皆さんに、えー、ま、いろいろね、ホ告ク情報をさらにお届けしたいですし、えー、このね、えー、僕は行ってないですけども、様々メディアとかね、えー、ま、指令から聞いた話などで、 えー、最新のホークス情報ありますんで、えー、しっかりね、そちら話していきたいなというふうに思います。2月1日からキャンプインしまして、1、2、3、4、5、5日間、えー、まずね、えー、日程がね、終了を無事にしたんです。えー、まあ、大きなね、怪我もなく、まあ、森選手、森投手が少し違和感を覚えて、体に違和感を覚えて、まあ、あの、地区ごとの、えー、リハビリ組と合流というふうになったんですけども、 まあ大きな怪我をせんし,した選手はおらず、まあ、順調に来ているんじゃないかなと、コメントでもかなりあのー、藤本監督もね、満足の表情と言ったようなコメントが出てますけども、充実したキャンプが送,送られていると、送れていると、そういったホークスの状況ではないかなというふうに思います。特にね、この、なんていうんですかね、記事にも取り上げられていますし、えー、実際ね、生で見た、知り合いから聞いた話をしていきたいんですけども、やはりあのー、 去年から、えー、かなり成長を遂げた2年目の進化といわれる、ねえー、23歳、えー、正木智也選手4キロ増量からの。 をキャンプイン、えどんな動きをしてくれるのだろうかと、いうことで、藤本監督もにすごく楽しみにしていたということなんですけども、あの、打球の強さがかなり、ええ、ま、違うらしくて、かなり強くなったと。ええ、ま、当てるだけじゃなくて、しっかり振り抜いて、素晴らしい当たりがね、ええ、どん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 、あー、なんですかね、ええ、ま、スタンドまで、え飛んでいったと、え飛んでいったというは、え話も聞いております。栗原選手と正木選手、特に打球が強くなっていたと。ええ、ま、栗原選手はね、ええ、復帰のシーズンでもありますし、 えー、もちろん注目なんでございますけども、やっぱり若隆、23歳、2年目のね、まさきさんがそうやって元気なし姿を見せてくれるというか、えー、強い打球を打っているというのはね、本当にあのー、なんですか、ホークスにとっても、えー、プラスでございますし、一気になんかこのスタメン候補にもね、えー、上がってきたんじゃないかなというふうに思います。お会長も本当に大絶賛ということで、かなりいいインパクト、強いインパクトを、え、チームに与えているんじゃないかなと。 えー、いうふうに思います。そしてですね、復活という点ではですね、まあ、栗原選手もそうですけども、えー、サブマリン、えー、高橋麗投手、えー、こちらがね、藤本監督が一言面白いですよと言い残したと。かなりあのー、なんですかね、感触のいいというか、感覚のいい投球をずっとしているということでございます。フリーバッティングとかにも登板して、えー、まあ、 ダッシュをかなり、えー、打ち取っていて、しかもあの、140キロ台の急速にも戻ってきたと、お、えー、まっすぐ走り出したと、お、本人も、お、まあ、充実、というような状況を送れているそうなので、高橋麗さんが、まあ、先発とは言わずともね、中継ぎとかあ、後半にいることで、またその、リリーフのおーバリエーションも増えますし、えー、加山投手のね、状態もかなり、えー、盤石でいいそうなので、ここのね、厚みが増してくると、 よりね、先発陣に力も入れやすいですし、ええー、まあ、投手陣の層はね、より熱くなるんじゃないかなと、お、いうふうに、ええー、思います。高橋麗投手の復活を本当に、ええー、期待したいなと、ええ、いうふうに思います。そして、ホークスのドラフトに、ええー、大投手、ええー、こちらがね、6種類の、さあ、多彩なね、変化球を軸に、ええー、かなり、ええ、ま、ブルペン、そしてフリーバッティングでもいい投球をしていて、指揮官も高評価が続いているという話も入っております。 やっぱりね、新人の投手が、えー、まあね、プロの世界で活躍するというのはかなり難しいことだと思うんですけど、まあどの世界もそうですけども、ここで、まあ一つね、頭抜きに出てホークスを引っ張るそんな存在になってくれたら、えー、他の若隆にもね、えー、まあいい刺激になるんじゃないかなと、え、いうふうに思います。その他にもですね、本当にあの、様々な、えー、まあいい、中で今回はね、本当いい情報ばっかりで、あのー、まあファンとしても、 えー、ホークスを応援する側としてもね、えー、非常に、えー、楽しみな、えー、ま、情報がたくさん飛び込んできているんじゃないかなというふうに思います。まあ、そんな中でね、今日も一つ、えー、話題を絞ってお話ししていきたいと思います。えー、もう一度言わせていただきますと、今週の、えー、2月11日と12日に僕宮崎キャンプのね、えー、取材に行かせてもらうんですけども、11日はですね、えー、11時半頃から、 えー、広場でですね、えー、トークショーをやらせていただきます。本当にあのー、宮崎の方からしたら、とかホークスファンからしたら誰なんだろうこいつと、おういう状況でございますけども、しっかりあのホークスの魅力、野球の魅力、えー、ファンの方々と共有できるように頑張りますんで、ぜひ皆さん、宮崎のイケメンの森で待ってますんで、えー、ぜひね、えー、来る際はお気をつけてお越しください。さて、そして12日はですね、えー、あのー、 RKB の生中継に、えー、出させていただきます、えー。タイトルが決まりまして、ソフトバンクホークス宮崎キャンプベスト2023という放送に出させていただきます。えー、RKB 野球解説者の島田誠さんとね、えー、それと宮崎の、えー、アナウンサーの方と3人で、えー、生中継、えー、させていただきます。2時間ですかね。 えー、確か1時3時、えー、だったはずでございます。こちらね、あのー、生中継させていただきますんで、福岡の方、宮崎に来られない、えー、来ることができない方はね、ねそちらで楽しんでいただきまして、ついに、えー、宮崎から、えー、生中継できる、そんなね、楽しみな思いがすごいね、今ありますけども、えー、最新の取れたて情報、そしてもうリアルなね、えー、まあ、そのホークスの情報をお伝えできたらなというふうに思います。皆さんそちらもぜひ、聞いてください。2月12日の、1時からでございます。よろしくます。 お願いしますさて今日もですね一つ絞って、えー、細かい、えー、話し,していきたいと思います今日はですね先週話して、えー、おりましたのを早速やってみようかなと思いますさあそれでは今日も皆さん是非聞いてくださいよろしくお願いしますプレイボールトランジット新たな熱血マンデー野球塾 さて、それでは今日も早速始めていきたいと思います。今日はですね、新た大予想、ホークスの開幕ローテーションでございます。<laughs> さて、開幕先発ローテーション。えー、こちらをね、大胆予想していきたいなというふうに思います。今年のホークスの先発投手陣、まあ投手陣全てそうなんですけども、過去、最大の 戦いが予想されております。まず新入団選手をね、えー、紹介していきたいんですけども、まずね、阪神からやってきました、ガンケル投手。<laughs> 背番号も27というふうに決まりまして、もうね、即戦力、阪神での、まあ、成績。 実績も十分でございます。えー、やっぱりね、こちらの選手が、えー、一つどういった活躍するのかっていうのをホークスとしても楽しみというか、まあ、活躍していただかないとというような、えー、状況でございますけど、まずはガンケル投手、そして、えー、元日本ハム、そしてメジャーから帰ってきてくれました、有原光栄投手、えー、こちらがまず二人目の新入団選手、もう実績十分でございますし、 やっぱりあの、日山時代にね、苦しめられたというところが、あの、かなりね、印象的では、ああります。えー、まあ、最多勝も獲得していますし、6年間で60勝と、実績十分というところで、えー、まあ、有原投手の復活、まあ、メジャーではね、怪我もあって、なかなか活躍できなかった、その復活をホックスでしていただきたいなというふうに思います。まあ、先ほど話したね、ガンケル投手で言えばですね、えー、まあ、3シーズンで、防御率2.92と、 本当に先発として安定した投球。これが持ち味でございまして。まあ、あのー、なんですか、ホークスの、まあ先発、ビッチャー陣の、あまあ、外国人投手にし、ですけども、この軸になれるんじゃないかなと、お言ったような選手となっております。そこにですね、やはり、新人の、えー、大津亮介投手、日本製鉄、鹿島、えー、からやってきました。この新人選手も含めて、 かなりね、先発の層が厚くなっているというような状況でございます。ここにね、先発先行の藤井荒野投手、そして森友人投手、そして去年まで先発でずっと活躍していた投手陣、これのメンバーが入ってくると、もうすごいことになるんじゃないかなというふうに思います。まずはね、メンバーをちょっと、 上げていきたいなと、いうふうに思います。えー、千賀投手が抜けた穴をどう埋めるかというところでかなり、えー、ホークス大丈夫かって思われてたんですけども、まず、えー、そんなことはないというようなメンバーが揃っております。えー、まず石川投手、そして東山投手、大関投手、和田強投手、坂東投手、藤井投手、投手杉山投手、森投手、 松本祐樹投手。そしてここに、えー、ガンケルさん、有原さん、という風に入ってくると。そしてここに、あのー、まあ、先発はね、笠サさん、武田翔太さんもできますし。ってなると、何人から選べばいいんだと。 いうような状況にとりあえずなっているということだけご理解ください。この枠から、まあ、6枚が基本的にね、先発ローテーションと言われるんですけども、まあ、怪我含め、登板間隔を上けたりするのも含め、まあ、7、8人で終わらせていくのかなと、基本的には。え、まあね、そして去年、藤本監督がたまに、えー、使ってました、あの、短いイニング、ショートイニングで投げる先発投手、えー、2イニング、2イニング、2イニングと繋いでいくようなあ形も、まあ、 たまにはね、見れるんじゃないかなと、いうふうに思います。その中で、まあ、6人を絞るというのはかなり、えー、難しいんですけども、えー、まあ、僕はね、えー、先ほどというか、先週、先々週かなの放送でも発表させていただきましたけど、まあ、先発投手は、東山直さんで間違いないんじゃないかなと、まあ、間違いないというか、東山直さんがいいんじゃないかなというふうに思います。まあ、 成績も十分ですし、年齢的にも、自分、あのー、昨年のね、えー、年末に東山さんとトークショーをやらせていただ,きい,ただいたんですけども、おまあ。 強い、えー、意志も感じますし、やはり優勝したいと、ホークスのために投げたいと、いうことをおっしゃっておりました。やっぱりそこの気持ちの強さとか、えー、まあ、油の乗り方と言いますか、本当にもう、今ね、今年のこの宮崎キャンプの情報でも、東山投手がかなり強い球を投げていたと、いうような情報も入ってますし、もう、挑戦も万全でございますんで、なお、投手が第一候補じゃないかなと。 いうふうに、えー、思います。まあ、開幕がね、えっ、ー、と、3月31日でしたかね。えー、3月31日のロッテ戦で今決まっておりますんで、ここに向けて、なおさんが調整していくんじゃないかなというふうに思います。まずは、東山なおさん。かなまあ、投げる順番は、あまあ、少し、えーまあ、前後すると思いますの、ね、で、6名、まず上げたいなというふうに思います。えー、1人目が東山なおさん。そして、2人目が、やはり、 石川修太さん。ここはね、もう確実に入ってくるんじゃないかなと。っていうか、開幕投手もね、石川さん、東山さん、ここの二人で争うんじゃないかなと。まあ、夢的にはね、和田強さん。和田投手がね、開幕投手投げるっていう、我々のね、もう幼い頃から見てきた、あのー、選手がまだベテランで第一戦で、ね、活躍していると。 おぉ、それこそトークショーでもお話あったように、まだまだこう、上手くなれると思ってるの。本当にその、あのー、その言葉通り、急速もまだ上がってるという状況の中で、和田投手の開幕投手も久々にね、え、見たいなと、え、いうところはございますけども、まあ、二人目は石川投手、じゃないかなと。 え、いうふうに思います。まあ、去年の、成績で行きますと、えー、まあ、防御率3.37でございますけども、しっかりと、おー、まあ、投球回をね、かなり稼いでいると言いますか、えー、先発として、え、チームを救った。 私も支えた投手の一人でございます。えー、ご結婚もね、されて本当に、まずね、ご結婚おめでとうございます。いきなりで僕もびっくりしたんですけども、ご結婚されてさらにね、えー、一回りも二回りも、おすご凄くなった石川投手がまた見れるんじゃないかなというふうに、えー、思います。そして三人目はやはり移籍していたガンケル投手、えー。こちらも即戦力ということで、先発のローテーションに入るんじゃないかなと。 もう安定感は抜群でございますん、ね、で、あとはパリーグの、えー、まあ、審判とか、パリーグのバッター、パリーグの球場にどれだけ慣れていくかと。やはりそういった細かいところの、まあ、違いというのが、大きな結果の違いを生みますんで、これをね、いろんな選手から早く吸収して、まあ、慣れていく、と同時に今、ガンケル投手、防御率はね、かなり2点台ということで3年で、2点台ということで順応する力があるというふうに思いますんで、まあ、そこは心配してないです。 ま、関係の投手の二桁勝利、まあ、みたいなと、え、いうふうに、え、思います。そして、四人目が、えー、坂東優吾投手やはり坂東投手昨年の、ま、後半シーズンは、先発に、えー、切り替わって、まあ、定着しまして、え、最後、大舞台でもね、え、投げておりますし、えー、山本よしさんだったかな、えー、京セラドームでの投げ合いも、まあ、勝ちはつかなかったんですけども、本当にいい投球をしたと。 安定感が増してきていると。少しね、キャンプ情報で腰痛があちょっと出ているというところなんですけども、強い球は投げれてたというふうに書いてありましたので、まあ。 開幕に向けて無理せず調整して合わせてくれるんじゃないかなと、いうふうに思います。今のところ東山さん、石川さん、ガンケルさん、バンドさん。で、バンドさんは1年間通じて多分先発で投げるのは今年が初めてというところで、どういった、まあ、え、調整をしていけばいいのかというところを多分和田さんとかがすごく今のキャンプの中で伝授していると思いますし、このバンドさんの、えー、まあ、ポーカーフェイスですけども、強気な投球、スタミナもあります。8回、9回投げれる、ことをね、昨シーズンも示してくれました。ってなると、やはり、えー、後ろのピッチ ピッチャー陣、あーリリーフね、えーまあ、新しい入団の選手もいます。オス投手とか、えー、そういった投手、う、え、う、ー、まあ、モイネロさん、えー、そして、えー、後ろで、えー、投げるピッチャー、加山さんとかね、えー、そういった投手の負担を減らせるといった面でも、バンドさんがしっかりと、えー、まあ、関東できる力ありますんで、えー、そういった投球も見せてくれるんじゃないかなと。 え、いうふうに思います。そして、5人目がやはり、え、大関投手。まあ、大関投手は入るのではないかなと。 えー、昨年ね、ほんとあのー、病と戦って見事克服して最後、戻ってきてくれると驚異的なスピードで回復して復活しております。えー、今年もね、無理なく、というか心配することなくキャンプに臨めてるという話が入っていますんで、えー、このまま調節進むと、昨年同様、大関さんが先発ローテーションに入ってくるんじゃないかなと、え、いうふうに思います。この大関投手が先発ローテーションにいることによって、まあ、 えー、今のところ東山さん、石川さん、ガンキルさん、バンドさん、全部右なので、えー、まあ左投手の貴重な枠として、えー、先発投手陣を支えていくんじゃないかなと、いうふうに思います。そして、えー、まあ、大関投手、まあ、左投手にしては珍しく、珍しくと言いますか、かなり速い球、そしてキレのある球を投げますんで、 あの、相手の目線を変えるといった上では、かなり大きな一枚、先発ローテーションの一枚のカードになるんじゃないかなというふうに思います。そして、六人目はやはり、和田剛投手でございます。やっぱね、和田さんのね、去年の安定感をね、あのー、40歳。いやあの投球をね、見せられると、まだまだ、五、六十歳、五十歳まで絶対にいけるというような今感覚で僕いるんですけども、 年々球が強くなっていってるし、キレも増している。うーん、年々空振り数も増えているような気がします。それぐらい安定した投球見せてくれてますし、やはり最年長、そして、ホークスを長年支えてきた。そして、左ピッチャー。いろいろな面でね、あのー、チームを投げていない時も投げている時も支えて引っ張っていかないといけない存在に関わらず、自分のパフォーマンスをあれだけ出せる。やはり今年も和田投手が、 ま、開幕ローテーション入っていただきまして、まあ、途中ね、あの、疲労を鑑みながら、えー、ま、交代はね、あると思うんですけども、軸として先発ローテーション入っていくんじゃないかな、というふうに思います。これがね、えー、僕の予想する6枚でございます。順番はちょっとね、まだわかんないんですけども、6人としては東山さん、石川さん、ガンケルさん、バンドさん、大関さん、和田さん。ここら辺が6枚じゃないかなと。ここに、ま、調整次第では、まあ、藤井さんがあ入ってきたりとか、 えー、有原さん、入ってきます。そして、大津投手、新人の大津投手も入って、えー、ると思います。ここら辺が、どう、ここに割り込んでくるかと。で、そして、杉山投手も、お、いますんで、まあ、松本祐う投手なんかは、チーム状況から中継ぎ、去年も中継ぎでかなりいい席、席残しましたんで、中継ぎ行くこともあると思うんですけども、まあ、先発の線も、まだまだ全然あると。 いったところでございます。まあ、リリーフで言いますと、ロベルト・オースナ投手、えー、まあ、ロッテからね、えー、加入しまして、かなりの金額で、えー、来ました。まあ、あのー、 WBC に、ね、出る予定というのもあるので、合流するのは開幕直前になるかなと思うんですけども、オイネさん、オスナさんのね、ええー、まあ、リレー見れると、ここに又吉さん、カ山さんがいるわけですから、マジで1点も取られない予想。というかなんなら、先発投手に東山さん、石川さん、ガンキルさん、バンドさん、大関さん、和田さん、全員、ええー、まあ、ええー、2桁勝つ力がございます。ってなると、もうこの6枚だけで、60勝以上確保されてると。 を言ったような状況も俺固、俺、硬いっていうか、みんなで80勝ぐらいするんじゃないかなと、いうふうに思います。ってなるとかなり、もうその時点で、え勝ち越しが20か、80勝60敗ぐらい。として、勝ち越し20ぐらいありますんで、本当にホークスの、おー、ま、1位はほぼ硬いんじゃないかなと、この先発投手陣に行くと、千賀投手が抜けて不安だというのはもちろんあるんですけども、なんか抜けたら、なぜか、なんか、もっと分厚くなったみたいな。 え、そんな感じになってるようなイメージもありますんで、今年のホークスのピッチャー陣もかなり期待できるんじゃないかなというふうに思います。まあ、後ろがね、えー、例えばつもりさん、もいでるさん、えー、またよしさん、おすなさんというふうに安定しているからこそ、余計にピッチャー陣、先発ピッチャー陣は楽に投げれると思いますんで、えー、そこら辺も含めて、えー、藤本監督の災害、そしてピッチャーのこの、 どういった成績残していくのか、そしてどういう先発投手陣が組まれていくのか、これもね、ホークスファンとして皆さんと一緒にね、楽しみにしていきたいな、というふうに思います。もちろん、えー、キャンプではブルペンとかも行っていきたいと思いますんで、えー、来週はですね、月曜ではな火曜日に、えー、なる可能性がございます。火曜日にこのラマンデー球ー塾を、ね、出させていただく可能性が今高いんですけども、しっかりとね、キャンプ場をお届けできるように頑張りますんで、えー、しっかりと取材も、トークショーも、生中継も、お頑張っていきたいと思います。さあ、えー、この番組はですね、毎週行っておりますけど でも皆さんからのメールをね本当に短くてもいいので募集しております、えー、私はこのピッチャーに期待してますとかアラ、えー、さんこういうの説明してくださいとかね野球に関わること僕に関わることでも大丈夫ですホークスに関わること何でも構いません皆さんからのメールをお待ちしておりますメールアドレスは kor.rkbr.jp kor.rkbr.jp までよろしくお願いいたしますさあ、えー、今週はですね日曜日に RKB の生中継も RKB ラジオの生中継も控えております 皆さんそちらでも楽しんでいただきたいというふうに思います、えー、今日もですねえー、まあ、えー、一つのことに、えー、注目し喋しゃべっていきました開幕スタメンあ開幕ローテーション先発ローテーションを予想しました改めて東山さん石川さんガンケルさん坂東さん大関さん和田さんここら辺じゃないかなというふうに思っておりますさて開幕が始まったときに どういったローテーションが組まれているかたなたが言っていたことが当たっていたのかぜひ皆さん楽しみに開幕を迎えていただきたいと思いますそれでは今日も聞いていただきありがとうございましたゲームセットプロデューサーは孝三郎ディレクターはボン AD はマイルスわんこ好きのわんこ好きによるわんこ好きのためのスタッフもわんこだらけのとがった番組です 聞くだけでワンコとの生活がもっと楽しくなるそんなワンダフルな毎日を過ごしませんか山口玲香のドッグモーニングぜひ聞いてくださいね <laughs>